初めてのあそんな感じ、こんな感じいいです、ね、怖いんだけど恨みがすごいみたいなこんな感じ、このぐらいだと響きます、気持ちいいですか、気持ちいいですね、あそうですか、よかったです、こう広めに当ててるんですけど、やっぱりそのポイントに入っちゃうともう全然ダメみたいですね、的確すぎるんですかね、そう言われます、うーん、ちょっとこうあえてツボから外してそうあのなんかそのちょっと外すのが結構なんかいいみたいですね、そうですね、多分その、はい、そのままあれなんですね、田野さんの言うズキューンが、はい、ダメみたいです、きついんですよ、全然ダメみたいそうなんですよ、やっぱりそのちょっとしつこいんですよそれで、あと、はい、あの好きな人には長く聞かせてほしいと思うと思うんですけど、はい、あのもういいわってなってからまだ長いから多分、はい、あ疲れたみたいな、あきつかったみたいになっちゃうんですよ、そうですね、だから最近はその割とこのリズミカルに一押し一押しを短くやってます、あそうなんですね、多分その方が良さそうな気がします、はい、だからやっぱりその辺の感覚が自分にはないんで、分からないとこですよね、ずっと、だってこう例えば青と赤でどっちがいいどっちが悪い、あそんなことはない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 、でもその要は強もみと弱もみって赤と青みたいなもので、どっちがいいとか悪いとかないけど、ないない、好みがあるじゃないですか、あるある、で青が好きな人に赤を好きだと思えって言っても、いやそれはねちょっと違いますよね、これいい色だろうって押し付けられてもね、はい、だからその辺は多分まあお互いわからないんですよ、そうですね、自分のそのやっぱりその弱いのを受けて、あ気持ちいいっていう感覚がやっぱりないから、その理解しようもないんですよね、がっつりやられた時にあ気持ちいいなってやっぱり思うんで、あそっかそっか、はい、まあそうですよね、これもうちょっと強く叩いてみてもらって、こんな感じですか、はい、あこのぐらいだと響きます、あそうなんですね、あでもうちょっとこうなんかこっちの棒自体も押し込んでくれると、押し込んで、そうおおはい初めての、あそんな感じ、こんな感じいいですね、怖いんだけどなんか恨みがすごいみたいな、こんな感じ、このぐらいだと響きます、気持ちいいですか、気持ちいいですね、あそうですか、よかったです、こんな強く叩いたことないですけど、あこのぐらいを想像してました、あでもそうですよね、まあはい、多分他の人だとあの感じてるのが今の田野さんが感じてるやつぐらいですね、あ弱めでも結構響くんで、この前のだから、うん、やっぱりその何されてるんだろうっていう感じでしたね、あそこは痛い、そこは痛い、超痛い、ごめんなさい、結構同じ感じで強くやっちゃいました、ごめんなさい、この辺は気持ちいいですね、気持ちいい、今ぐらいで気持ちいい感じですか、気持ちいい感じです、はい、はい、でもトンノさん前より感度が良くなってんじゃないですかね、はい、そうですかね、うん、なんかここら辺別にそんなに大きく変えてない、少し強くやってますけど、はい、うん、なんか結構トーク戦って初めてやった時より、はい、なんかちょっと何回かやってる時とかの方が気持ちいいみたいで、あなんか体に慣れが出るとかもあるかもしれないです、はい、この前だから受けて思ったのが、はいはい、これなんでその痛いっていう人がいるんだろうって思いました、うん、今ぐらいだったら、うんうん、あの痛いっていう人がいても分かる気はします、響き方が強く感じる人もいるので、まあはい、やっぱ田野さんは中に芯まで来にくいんですよね、周りの厚みがあるので、はい、
このぐらいなら気持ちいいです。あ、よかったです。ちょっと私も丹野さんのこう加減が分かってきました。結構これ気持ちいいはずなんですよ、手とかも。はい、どうですか。気持ちいいですね。気持ちいいですよね。ちょっと分かってきました。特性の良さが良、はい、かったです。分かっていただけて。あと今日、はい、あのあれなんですよ、なんて言うんでしたっけ、水玉、はい、やってみたらいいんじゃないみたいな人いたんで。ああ、水玉うちにあるんです。あ、あります、やってます。 よくやってます。あ、そうなんですね。水玉好きですか。あの正直あんまりその聞いた感がないんで、はいはい、なんでやるんですかそしたら。気休めですよね。あ、気休めで、あの、はい、例えば100位体が95位体ぐらいに。そんなちょっと、はい、すいません、はい、劇的な変化はないですね。あ、まあ、針とかが一番本当は効くんですけど、まあ、前も言った通りその針の頭が入っていかないとか、はい、その太い針を使ってくれるところがないんで、あのあれです、ネットで自分で針を買って、たまにその肩に刺してるんですよ。太いやつ。太いやつ、はい、一番太いやつ。そうなんですね。ネットで買えるんですね、はい、買えますね。でもそのやっぱりその揉まれたいっていうのもあるんですよね。ガツンと力で揉まれるのが自分にはやっぱり一番効くんです、うん、あ、そうなんですね。だからあの柱のあの棒がやっぱりあれがやっぱり最強なんですよ。柱がちょっとたわんできたっていうか、ちょっとミシッと動いてきちゃったんで。あれでも柱ってだってもう引っ越したからないんですよね。え、どうするんですか。だから今辛いとこなんです。そっか、押せなくて辛い。それで多分ここまでボロボロになっちゃったんですよ。あ、そうなんですね。ケアができてなくて。なるほど、はい、そっかそっか、そうですね。いや、やっぱちょっと借りてるマンションに柱に棒つけらんないですもんね。なんか台湾式のその足踏みマッサージみたいな、はい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 、はい、あれだったんで、はいはい、あれ結構良かったですね、うんうん、あ、良さそうですもんね。全身や足で踏まれて、うんうんうん、へえ。もうなんか逆にその割り切ってそのぐらいやってくれた方が、はいはい、こっちとしてもそのそうなんですね。別にその指とか肘じゃないとダメっていうわけでもないんで、うん、あれ足踏み良かったですね。あ、じゃあ後でまたちょっと背中足で踏みましょうか私。いいんですか。はい、いいですよ。